えー、こんにちは。倉田和志です。えー、というわけでですね。このスティック回しって、この両手でこうやってやるやつ。これね。うん こっちはすぐかけつけてるけど、あんまりかっこよくないっていうところが非常にこのポイントでいいと思うんですけど、この、えー、スティックマーシュ僕はドラムを一番最初に始めた時は、まあ、ドラムマガジンっていうのを買ってきてですね、そのドラムマガジンにいきなり最初にスティックマーシュが載ってたんですよ。だから、8ビート叩ける前に先にスティックマーシュを覚えたという。一番最初に覚えたスティックマーシュはですね、これ、えっ、ー、と、回ってるわけじゃなくて、ここでこう、ぐるぐるやってるだけなんですよ。で、こういうね、 前もちょっとやったかもしれないですけど。で、これは、その、ドラムマ,マガジンにはさ、人差し指を、こう、騙されたと思って、こういう風にしてたら、回るから、みたいな。最初こうやってやるでしょ。全然回んないんですよ。回んないんだけど、なんかね、引っ掛けてこう、クッて引っ掛けるようになると、こういう風に、この人差し指をこう、こういう風にしてると、こう、回り出すんですよね。こう、ここね、この人差し指をこう、こういう風にしなさいって感じ。この、 第一関節のとこ、キューってやるよ。だからこういう風うに。だから、あんまりこっちだとバランスが悪いので、このスティック回しをするときは真ん中の方を取りに行って、で、こういう風うです。反対回しもね、やろうと思ったらできるみたいで。で、こう、菅野和幸三さんのところの生徒さんでこれ、上手い人いるんですよ、これ。これめちゃくちゃ上手いね。もうほんと扇風機みたいに綺麗に回る人がいて。 その人急にね、片っ端だけ反対回してしたりとか、両方反対回してしたり。本当にね、なんか、扇風機みたいな、なんか、扇風機で反対回るのはないですけど、なんか本当にあの、機械みたいにね、急にカきカキって変わってめっちゃかっこいいんですよ。なんかそれで、なんか、まあこれだけは覚えたんですけど、えー、なんかあるところやってますけど、えっ、ー、と、こういうね、こういう風です。で、最初のうちはね、なんかこう、手首も使っちゃってもいいと思うんですけど、要は遠心力でこう、ぐーっと回していくんですね、こうやって。こうやって。 ぐるぐるぐるって回していくんですよ。だからこう、ここがこう、うにょうにょ、うにょうにょ、こういう風になる感じ。これ、至るところで、こう、一回だけ回すとかもできるし、こう、ね。で、こっちも。まあ、両方できた方ですよね。こう、両方できた方これはあの、菅沼聡子ちゃんに教えてもらったんですけど、タトーとタトーとタトってやってる間に、クロさんこれこっちでこうやってやるとね、すごいこう、なんか調節に見えるんだよ。 で、これ、入れ替えるといいよ。ね。えー、高校生の時の佐藤ちゃんに教えてもらいました。タトーと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 タトートとタートと、手、足、足、手、足、足でって、足が二つやってる間に、えー、っと、まあ、こう、手なんて片手で十分にけるんじゃないですか。なので、こう、こういう,うに、こういうふうにやってる。っていうのを、まあ、教えてもらいましたが、まあ、これ定番のスティック回しですね。スティック回しの一番最初はみんなこれをやるんじゃないかな。別に回ってるわけじゃない。 ブンブン振り回してるだけですよ、みたいなお話なんですかこの人差し指。だからまあ、前にちょっとやったこの人差し指のこの、これはですね、別動画であるので、これはもうあの、バトントワリングらしいです。知らん、わかんないですけど。えっと、人差し指の、こう、こっちから見ると、この人差し指が、えー、この人差し、見えるこの、ここの、ここの、人差し指がこう、人差し指が、 鉄棒みたいになって、この上をこういう風に回したい。ね。だから、こういう風に持っていって、こういう風持ってって、こう。だからこ、ここから、ぐーっと持っていって、あと、ここの、こいつの体重で落ちていくる。だから、あんまり、こっちを、こっちを持ってると、体重で帰ってこないんで、最初のうちはものすごい上を持って、こういう風に持っていくと、あと体重で落ちていくる。 その時に人差し指をいじらない。人差し指は軸になるので、人差し指の上をこう落ちてくる感じ。人差し指の上をここまで持ってって、人差し指の上を落ちてきて親指でキャッチするか。ね。で、これができたら今度はここから,ここ,ででらここまでできたら今度はここまでできたら今度はこっちの指で取って人差し指で。で、そうするとこう取って ここまで取って、ここ人差し指で取って、ここさっきと一緒になるの、ね。だからこの一発で行くときはこうだけど、こういう風に取る。っていうことですね。ので、まあ、この二つぐらい覚えとけば、僕は、これはまあ、たまに使ってますけど、これ結構落とすんですよね。こっちはまあ、まず落とさないですよ。よっぽどじゃないと。ね。落さないで。こっちの回し方がやっぱりいいかな。で、これ、こっちで回してるとなんか、まあ、回してるのかどうかわかんないんで。 ちゃんと必ず、お客さん側の方に、この旋回してる方が見えるという。そうすると、こう、回ってるように見える。回ってるように見えるっていうか、回ってない、回ってない。回って回,回ってるよね。一応ね。回ってる。だから、こういうことですね。だから別に、指のどっかを経由してるわけではない。経由するやり方は、こっちですね。という形ですね。だから、スティック回しって結構。 いろいろ、他にもいっぱいあると思うんですね。動画でいいのがいっぱいあるんで、僕別にやらなくてもいいかなと思ったんですけど、まあ、どうしても、えー、え、な、結構いく、何通かあったんですよ、スティック回しをしてください。このままスティック回し、回したくさん使うわけじゃないですけど、まあでも、やっぱりこう、知ってるとね、なんかこう、なんか暇な時にこういう風に扱ってたりとか、やっぱりスティックの扱いが上手くなるといいと思いますので、ぜひ、まあ、暇な時に練習してみてください。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。